So hard to see. こんにちは、かよです。今回はこんな感じのメイクアップをしてみました。ちょっと髪型をね、いつもと変えてつるんって感じになってるので、また雰囲気が変わってるかなと思います。はい、よかったら参考にしていってください。ということで、どうぞ。今日はこの前も使ったんですけど、このカラコンを使っていきたいと思います。これ1ヶ月用のやつだから、まあ、せっかく1ヶ月用だしね、まあ、1、2回は使わないともったいないよねと今日つけていこうと思います。このカラコンはね、すごい皆さんに評判良かったんですよ。結構私カラコンつけると似合ってないみたいな、裸眼の方が好きですって言ってくれる方も多いし、あとね、親とか友達とかの評判的にもつけない方がむしろいいみたいな感じで、だからあんまりつけてこなかったんですけど、これはねすごい評判だった。はい、じゃあ今日はこのおじさんのパッドを使います。なんかグーダルのやつほんと早く欲しくて、ニキビにも効きますよって聞いたし、ビタシーセラム欲しいんですよね。でオフします。もっちりになりました。そしたらまた韓国好きですね私、ほんとこのプロポリスアンプル使います。これ結構こっくりしてるので、朝使うときは少量伸ばすだけで大丈夫です。少量だけ。そしたらしっとりしたのでメイク開始していきます。このスックのサンプル3点セットがあるから、これ使おうかなと思って。これがグロープライマー、ファンデーション、ヌードフェアリクイドファンデーションと日焼け止めだから、下地、日焼け止めの次下地かな。でもちょっとグロー系の下地って書いてあるので、一番初め鼻の周りとかだけこのベネフィットのポアフェッショナルを仕込もうと思います。どんな感じの下地なのか分かんないから、ちょっと部分下地だけ忘れずに。結構試供品とかねもらうんですけど、なかなか使うタイミングないので、動画でもバンバン使って試していこうかなと思ってます。最近特にファンデーションとかって難しいですよね、使うタイミング。なんか旅行中とかもファンデーションは自分の一番安心して使えるファンデーション持ってっちゃうし、なんか化粧水とかクリームとかの試供品とかは使う、なんだかんだね、旅行先とかで使えるんですけど。じゃあ次、日焼け止め、このスックの、エクストラプロテクター50日焼け止めを使います。お、白い、こんな感じの結構シンプルな白いやつですね。結構入ってました。わ、めっちゃ伸びがいい。やっぱいいですね。あとなんか保湿力も結構ありそうな感じ。なんかちょっとツヤってしてる感じで、保湿されてる感じ、色とかもついてないし分からないんですけど、違いはこんな感じです。そしたら次、下地、ブルーミンググロープライマー SPF12 の PA2 プラス化粧下地を使います。こっちにも SPF 入ってるんですね。わっ、めっちゃピンク、すごい、めっちゃピンク色、すごい。こんな下地使うの初めて。なんかピンク色の下地って書いてあるやつの下地の中で一番ピンクでした血色が良くなる感じですかね、このピンクは。あんまり私ピンクの下地使ったことない。自分の肌に合うのかな。え、なんか確かにちょっと顔の下がピンクになった大丈夫かな。血色が良くなりましたね。でも塗りすぎ注意かも。こんな感じで塗りました。確かにグローって感じ。そしたら次、このヌードフェアリクイドヌードフェアリクイドですね、の102番ですね。これも SPF19 入ってる。 PA は2プラスですね。色がね心配。めっちゃ水っぽい、超垂れた、ビビった、すごい。
どうしようか。すごい水っぽい、ブワーってきた。すっごいですねこれ。こんな水っぽいんだ。すごい。でもまあ肌の色にはそんなにめちゃくちゃ違うわけじゃないからいいかも。ちょっとこのパフで伸ばしていきます。すごい、わわわわ、ツヤ肌って感じですね。めちゃめちゃグローですね。で結構カバー力っていうよりかは、くすみを飛ばしてくれてカバーがカバーしてますっていう感じのファンデーションかな。でもなんかいい気はしますけど、でもニキビ跡は全く隠れてはないですね。ニキビ跡っていうかニキビか。でもすごい、こんな感じなんだ。初めて使ったこの質感。水すぎて手元映ってなかったと思うんですけど、これを出した瞬間ビャーってビャーって流れてびっくりしました。もうなんか手のここにピョって出したんですけど、もうビシャーって手のひらまで行きましたね。残骸が未だに残ってるんですけど、すごい。だからあの肌悩みがない人、そのニキビとかあの隠したいものがあんまりなくてカバー力別にっていう方はすごくいいかも。肌を自然に綺麗に見せてくれるから、まあ、私の場合もうちょっとカバー力あってくれてもいいよっていう感じはするんですけど、でもやっぱ肌が綺麗に見えますよね。いいかもしれないね。はい、そしたらコンシーラーはこのダーセムの01番のコンシーラー、これも SPF28 なんですね。結構そこら中に SPF 入ってる。すごい。すっごいこっちはカバー力が高いから相性が微妙ですね。なんかうまく馴染んでくれない。はい、まあこんな感じで割と隠しました。そしたらジョンセンムルのパウダーで叩いていきます。ジョンセンムルはね、粒子が細かいだけじゃなくて結構これ使うとどんなファンデーションでもよれにくい気がする。よれにくいやつ探してる方もおすすめです。まあツヤ肌はこれでやると結構飛んでいっちゃうんですけど、こんな感じ。結構ベースがしっかりと整いましたね。眉毛はこのセザンヌのブラシ付きアイブロウ繰り出し02番のオリーブブラウンで描いていきます。まあ、ちょっと茶色なんですけど、髪の毛もね割と落ちてきたし、ちょっとぐらい茶色でもいいかなっていうことで。はい、そしたら眉マスカラ、今日はインテグレートニュアンスブローマスカラの BR774 番を使います。乾いてますねこれ。乾いてるけど、これで終わりにしよう。これでも使うの終わり。今回のアイメイクはじゃん、こちらカラーポップのスターベリーかな、なんとかベリーアイシャドウパレットをこれね送ってくださったんですよ。嬉しい。カラーポップのアイシャドウ私全然持ってないので、このパレット初めてですね。こんな感じ。お、上に大きい鏡もついてるし、すっごいいいですね。使いやすそう、かわいい。ちょっとこれを使ってメイクしていきたいと思います。ではまずこのちょっと肌色に近いカラーを使ってきます。めっちゃ発色良さそう。こんな感じ。今日はねちょっと知り合いに招待してもらったイベントがあって、そこに顔を出しに行くのでイベントメイクっぽい感じではあります。私の中
中で。もうこの一色だけでだいぶ可愛いんですけど、なんかこの色絶妙、派手すぎずでも結構主張がある色で、なんか何色って言ったらいいんだか分かんないけど、こんな感じで結構発色がいい。この色ね、こんな感じの絶妙な色で可愛い。結構広めにのせてきます。はい、たら次にここのちょっとこっちよりもピンク味が強くなって少しだけ濃い色になったマットの色ですね、これを使ってきます。でちょっとこの眉毛の上の部分にもピンク味を足します。統一感を出します。はい、こんな感じ。やっぱグラデーションは大事だから何度も何度もつけてきます。そしたらブラシをちょっと細い子に変えます。これはリアルテクニックスの丸っこい感じのブラシです。これすごい使いやすくて好き。したらここの渋めカラーを使ってきます。すごい発色良さそう。どう見えてる？左右を合わせながら、はい、こんな感じです。このカラー、こんな感じのカラーを使います。塗ってきます。はい、こんな感じ。よし、 OK。 結構個性的な目になってきましたね。したらこの内側の部分にこのキラキラ、これもちょっと肌色みに近い色のキラキラだから馴染みそう。目の下にちょっとだけ入れます。はい、こんな感じでアイメイク完成です。こんな感じ。したら最近ハマってるこのキャンメイクロマンティックニュアンスアイライナー02番でアイライナー引いてきます。これ限定のやつなんですけど結構ね好きなんですよね。パーティーメイクなのでしっかりめに。こんな感じでちょっとよくわかんない素材で、引きやすいかって言ったらちょっと引きにくいんですけど、慣れちゃえば結構引けますね。なんだろうね、このフェルト生地みたいな感じで、なんかこう腰がある感じではないんですよね、これ。それがちょっと不満なんですけど、でも色も可愛いし意外と落ちづらいっていうのはあります。この前インスタでこの夏にまだやり残したことありますかみたいな感じの質問をしたんですよ。したら半分ぐらいの人が恋愛みたいな、恋してないみたいなのをみんな書いてて、あと花火大会、それも花火大会って書いた後にまず行く相手いないみたいな、笑みたいなの来ててそう、なんかそんなにさ、やっぱさ、でも出会いって難しいけどさ、なんだろう、絶対さ、私のチャンネルを見てくださってる方とかってさ、少なからずコスメに興味があってメイクとか服とか好きなわけじゃないですか。でしかもインスタとかで私のことフォローしてくださった方とかのインスタを見に行ったりとか全然するんですけど、みんな可愛いし、みんななんかすごい素敵なインスタをやられてて、だからさ、なんか彼氏ができないっていうのって本当になんかもはや日本のせいなんじゃないかなっていうか、あの出会いが少なすぎるっていうかね、なんていうの、職場とかでもそうだし、なんかもうちょっとなんか生きてるだけで自然に出会えるような状況を作ってほしいよね、日本にっていう風に最近思いますなんかさ、ないのかな、そういうの。海外とかだったら結構ヘイとか言ってその時点でこう挨拶代わりに抱きしめたりとかして、なんかすごいもっとコミュニケーションとかも近いし、まあそこと比べてもしょうがないんだろうけど、なんか私の知り合いとかでも飲み屋さんとかで知り合って結果的に交際することになって結婚しましたっていう人とかも多いんですけど、そういうやり方とかも全然私は一般的にねありだなと思うんですけど、でもね、そういうのもあんまり浸透してる感じは見えないし、
り、だってでもそこら辺以外に、なんかご飯屋さんで知り合うとか飲み屋さんで知り合うとか以外に、まあ、あと知り合いの紹介とか、なんかそれぐらいじゃないですか。職場恋愛とかって結構禁止のところも多いだろうし、難しいですよね本当。そう考えると、なんかその状況が彼氏とか彼女とかを作りにくくしてるから、もったいないな日本っていうか。少子化少子化ね、歌ってるんだったら、なんかそのハッピーアワーとかそういうの作ってくれるのは嬉しいけど、なんかこの日はみんなでなんかご飯行って新しい友達を作りましょうっていう日をね設けたりとか、なんか会社同士の交流会とかで未婚者の人たち限定のパーティー開いたりとか、なんかねもっと積極的に国とか会社が動いて出会いを作ってあげるべきだと思うんですよ私は。そんな自分から自らね飲みに行って彼氏作ってとかって結構ハードル高いじゃないですか。特にね女の子とかだと可愛かったら声かけられて変な男に引っかかったりとかしても嫌だし、だからなんかそういう会社同士でとか、なんかなんかそういうのあったらいいのになって思っちゃって。そうだってこんなに彼ができませんっていう人多いんだっていうのは問題ですよね。なんか絶対出会いがないからだと思うから、なんかそういう制度とかぜひね、もしこのチャンネルを見てる社長さんとかいらっしゃったら検討してみてほしいですね。絶対それが一番の少子化対策になるし、日本のね悩みを解決できるんじゃないかなと思います。なんだこの話はでもびっくりしたんですよ本当に。私のチャンネルを見てくださってる方って可愛い方とかおしゃれな方がすごい多いなって思ってて、それが結構私の中の誇りでもあるんですけどそうだ、そんな方たちがね彼ができないなんてね考えられないっていうか、日本の男どうしたって感じなんですよ本当になんかそういう風なイベントとかね、まあ、イベントってなんだろう、マチコンとかかな。でもそういうのも行きづらいって思う人もいますよね絶対。楽しそうって思いますけどね。なんか今ただ出会いを求めるだけのマチコンじゃなくて、人狼ゲームをみんなでしたりとか、ゲームをみんなでしたりとか、遊び感覚で出会えるみたいなのも多いし、あとやっぱりネットの出会いも結構今増えてますよね。はい、こんな感じのアイメイク、しっかりめにメイクしました。今ナチュラルに使ってたんですけど、今日このペリペラのお気に入りのマスカラを使ってます。結構下地も塗ったからバッチリめに仕上がっております。チークはこのミネラライズブラッシュスイートイナフっていうマックの、これも結構ね何にでも合う系でおすすめです。まあ割とピンク寄りなんですけど、肌なじみがいい方だと思います。ちょっとシェーディング近くに入れようかな。かっこいい系のメイクの方がいいかなと思うので、そういう時はこうチークをシェーディングゾーンに入れてみます。顎にもちょっと入れて、鼻の上にも少し。 OK かな。ハイライト久しぶりにこのマック使おうかなと思います。もうすぐクリスマスコフレが全体的にあらわになりますね。解禁する情報が。今年は何を買おうかな。ボビーブラウンは絶対買うんですけど毎年。あとねディオールも結構毎年買ってるな。マックも買ってるなシュウエムラも今回良さそうですよね。楽しみ。シェーディングはトゥークールフォースクールで入れます。最近ノーズシャドウはアイメイクの時に一緒にそのアイメイクのマットの色でそれを使ってやったりもするので、その可能性も高いんですけど OK です。したらフィックスミスト、マックの桜のやつを使います。限定だからもったいなくて大切に使っております。よし、こんな感じで今日のメイクが、あとリップだけなんですけど、また着替えてからリップ決めたいと思います。ということで、じゃあね。はい、戻ってきました。今日はちょっとお姉さん風にしようと思って、あえてちょっと前髪がね伸ばし中なのでまだあるんですけど、ピタッとして
前髪ない人風にしてみました。あれしてないですね。ネックレスも後でするんですけど、リップ先に塗っていきたいと思います。今日のリップはこの2732番のベルベットリップグライド、まあ、これを使ってきます。ちょっと目元が濃くてはっきり系なので、あえてリップはヌーディーで、はい、こんな感じ。このヌーディー感がいいですよね。なんか程よいテクスチャーでグロスすぎないけどグロスみたいに光るみたいな、このちょうどいい感じが好きですね。今日のメイクとか雰囲気にもすごく合ってるんじゃないかなと思います。ということで今日はこんな感じのちょっと大人めな、ヌーディーメイクかな、ちょっとパーティー仕様な感じで私の中ではやってみました。はい、少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。ということで今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもやっているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。So hard to see.